M58 は乙女座にある某渦巻き銀河である。乙女座銀河団に属する銀河の中でも特に明るく見えるものの一つ。口径5センチメートルの望遠鏡では条件が悪いと見えない。楕円形の光のシミのように見える。口径1 0センチメートルの望遠鏡でマラスは口径4センチメートルのファインダーでも見える。 光景1 0トルで西七に八等星があり、中心部がピカピカと輝く。かなり楕円で、その周囲を傘が取り囲むが輝く角は北西の方向にあり、小口径でも注意してみれば興味深い対象であるとしている。光景2 0トルでジョーンズは乙女座星雲群の中では最も明るい M62 に似ているが、それよりも大きく。 やや明るい中心部の凝縮部も大きい。中央の棒状部分が東西に伸びているのが見え、短軸は長軸よりも境界が明らかである。中高形でよく勾配率に耐えるとした。1988年1月18日に、池谷香織によって発見された通型、超新星 SA 九 1988A、1989年6月28日に、 金利図によって発見されたヤガタ超新星 SN1989M の二つの超新星が現れている。1779年4月15日、水星を観測していたシャルル・メシエによって、M59、M60 と共に発見された。メシエは、乙女座の非常に微かな星雲で、三等星とほぼ、並行している。足尾弱の糸がちょっとでも、 光と消えてしまうと記している。最初期に渦巻き状の構造が発見された銀河の一つで1850年にロス教がまとめた渦巻き分14個の中の一つとして記録されている。1864年にジョン・ハーシェルは明るく大きく不正円形。中央部が素晴らしく明るい。どうにか分かれそう。むしろ星が滲んだ感じだと記した。 ありがとうございます。